痩せるために何したらいいかわからん。YouTube に動画が溢れ返っちょる。そう思った方におすすめな、体ひねって代謝爆上げして痩せる方法を紹介していきます。痩せにくくなってる原因の多くは、実は首にあるんですね。男性も女性もパソコン、スマホ、絶対使いますよね。現代人は必ずスマホ首になってるんです。そうなると、体の前面は縮んで硬くなって、背面は使われなくなって硬くなってるんです。今回は首を直して、前側を伸ばして体をひねるだけです。誰でもどんな太った方でもできるメニュー。なのに今回のメニューはとっても痩せやすくなる。頑張っていきましょう。頭って体重の1割あるって知ってましたか？それが寝てる時以外首にかかってるんです。それは疲れますよね。1キロの重さでもずっと手伸ばしてたらさすがにマッチョでも疲れますよ。それが首にかかってるので、その首をまず直さないと首から下のラインがぐちゃぐちゃになってしまって使われない筋肉が増えて代謝が下がります。座った状態で手を腰に当てましょう。胸を張った状態で上を向いて首を左右にゆっくり揺らします。しっかり胸張って上向いて、スマホは置いていいです。できれば鼻から息吸って口から吐きましょう。しっかり上向いて、そうそう、いい感じ。 OK。今のでもだいぶ首が楽になって目が冴えたと思います。片手は頭の後ろ、反対の手で腰をスリスリこすります。上げてる方手だるくなるんで、途中で入れ替えましょう。これで肩背中をね、動かしていきます。できればね、頭の方の肘を開いて、腰をスリスリこすります。手を伸ばした状態でブラブラ振りましょう。頭からお尻までまっすぐのラインを保ってください。これで背中がね、ひねることによって動かされてます。姿勢がね、前かがみにならないように、反れすぎないようにね、お腹をちょっと引っ込めると体のラインがまっすぐです。しっかりね、背中が動いてる感じがあればバッチリですけど。よっしゃ、よっしゃ、オッケー。片手を腰に置いて、片手はこの字、このままね、上げてる手を後ろに引っ張ります。左右入れ替えていきましょう。しっかり後ろに持っていく感じです。しっかり胸を張りながらね、反対の肩が後ろに動かないように、片側固定した状態で片方を動かします。これでしっかりね、胸のストレッチと肩甲骨剥がしができます。 OK。 手を後ろに遠くに伸ばす感じで背泳ぎの動きをしましょう。遠くに、手に掴んでるものを遠くに置く感じです。あんまり体全体がついていかないように、回してる肩だけ後ろに持っていく感じです。持ってるものを遠くに置く感じ。これでね、肩背中胸がストレッチされて、体のラインが整って OK。 うつ伏せになりましょう。このように肘を曲げてスマホ見ながら、足を反対にひねっていきます。左右いきましょう。あとできればついてる足の肩を下につける感じ。右足が床についてるときは右肩を床につける。これで肩と胸のストレッチもできて、体幹もストレッチできます。両膝曲げて、今度は体を両足ひねります。腰から下は横向けるようなイメージ、真横向けるイメージで、上半身はできるだけ下向けていきましょう。これでね、さっきよりも大きくひねれてます。さあ、上を向いて寝ましょう。スマホ見ながら膝曲げます。この膝をゆっくり左右にひねっていきましょう。スタート。上半身バランス取れない人はね、肘ついて、ゆっくりです。しっかりね、ひねる動きをしていくと筋肉が伸びます。前後よりもひねった方が筋肉が伸びるんでね。よっしゃー、はい、片膝曲げて反対にひねって、顔は向こう。スタート。ゆっくり伸ばしていきましょう。手でね、膝をしっかり押さえましょう。呼吸していきましょう。しっかりひねることで代謝が上がるんで、安心してもらってください。よっしゃ、反対も一緒です。手で押さえながらいきましょう。痩せるためにね、鍛えた方がいいかなっていう人も多いと思いますが、ストレッチも実は大切なんですね。しっかり筋肉を伸ばすとね、可動域が広がって体幹も鍛えられて、本当に痩せやすい体が作れるんでね。OK、 次は足を左右に動かしましょう。今やった動きの動的です。動きながらのストレッチってね、意外と静的よりも伸びるんで、筋肉緩めながらね、ストレッチができます。痩せにくい人や筋肉のバランスが悪い人、今回の動画を朝晩できれば2日に1遍ぐらい行ってください。難しい方は1日1回または2日に1回でもいいです。やることで体が変わってきます。